東名三日日支店夜間の東名三日日支店 JR バス関東東名三日日支店は静岡県浜松市北区三日日町駒場101-1に所在する JR バス関東の営業所2018年10月1日東京支店三日日営業所から東名三日日支店に昇格した東名高速道路の三菓日インターチェンジに隣接し国鉄バス時代から東名高速 名神高速をワンマン運行する高速バス、ドリーム号の乗務員交代拠点として活用されてきた。当初は乗務員の折り返しのための宿舎だけであったが、2005年に東京支店管轄の営業所となり、乗務員が配置された。車両の配置はない。現在は JA 三日美特産センター2階に入居している。投支店の2軒隣には、 西日本 JR バスさんが日宿泊所も設置されている。京阪神系統は便に関係なく、三日日インターチェンジより西側を西日本 JR バスが担当しており、同 IC で乗務員が交代する。当支店では京阪神系統以外にも、東名ハイウェイバスや新宿 TDR 線、鹿島号などの乗務も担当している。 東名ハイウェイバスの停車する三ヶ日バスストップから東名三日日市店までは直線距離で約4キロメートルある。地図2021年1月30日、愛知県新城市と JR バス関東は包括連携協定を締結することを発表。同社では京阪神系統を従来の東名高速道路経由から 災害に強く安全性や快適性が高いことを理由に新東名高速道路へ変更するため、東名三日日支店を静岡県に隣接する新東名新城インターチェンジ付近へ移転することを計画している。これに伴い、新城市は奥三河地方の観光振興や地方創生のため移転後の支店付近に同社の高速バス停留所を誘致したいとして、 市と同社の間で協定を締結するとした。新城市では協定締結により、バス停留場の誘致や雇用の創出、バス車内や東京駅、バスターミナルなどでの市の観光 PR、JR バス関東がすでに手掛けている、価客根菜を活用した市の特産物輸送などを計画している。新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の発出に伴い、 同日時点では協定締結日は未定としていたが、年度内の3月末までには締結したいとしていた。その後新年度に入り、同年4月28日に協定が締結された。地元市、東谷一新聞の報道によれば、それに先立ち、新城市は、同年1月29日、同社の高速バス停留所が、同年秋に開設予定と発表。 候補地として予定された新城インターチェンジ近くの道の駅もっくる新城では JR バス関東の高速バス乗り入れ実験も行われた。予定通り移転が実現すれば新しても道の駅もっくる新城の近辺になるとされる。ありがとうございます。